こんにちは、オースです。今回の漫画紹介は、ジャンププラスで、人気を誇る漫画でございます。そちらの漫画、発行関数はたった4巻だけなんですけども、なんと累計で300万部突破、今もぐんぐん伸びてます。その漫画がこちら、はい、スパイファミリーでございます。簡単にですけども、またあらすじ紹介していきたいと思います。戦争を、企てている東の国の、重要人物であるデズモンドの、計画を突き止めるために、西の国の、諜報員であり主人公であるロイド・フォージャー、なんと1週間以内に、家族を作り子供を作って名門イーデン校に、子供を入学させるという無茶ぶりなミッションが、課せられます。その1週間の間にアーニャ・フォージャーとその次に、奥さんであるヨル・フォージャーとお互いの利害のために家族になり、物語が進むという話です。簡単なあらすじ紹介をしたんですけども、スパイファミリーだけあって、お互いの利益のために家族になって過ごすっていう、ちょっとややこしそうなんですけども、実際にスパイファミリーを読んだらすごい分かりやすく簡潔に面白く描かれています。でロイド・フォージャーが、スパイであり、このアーニャが超能力者、そしてこのヨルさんが、殺し屋という3人が3人すごい異質なんですけども、この3人の家族がまた面白い展開、そしてこのメインである東の国の要人の計画を突き止めるために重要な働きをしてくれます。特にすごいっていうよりかは、ある種一番大変なのはこの子供であるアーニャ。アーニャが学校に入学して、そしてこの要人のためのパーティーに参加するためにある実績を上げないといけない。それを8つ、その8つ上げないといけないし、かつ素行不良と起こってしまったら、逆に罰を与えられてしまって退学の危機っていうのもあるんです。そして何よりアーニャ勉強ができないので、そこを乗り越えないと実績がたまるどころか、むしろ罰がたまって退学の恐れもある中、アーニャの奮闘、そしてロイドの苦悩、そしてヨルさんの、献身的な、献身的といってもヨルさん独特すぎてアーニャすっごい困ってるんですけども、その描写もまた面白いです。基本的に 1,2,3 巻は1話完結、もしくは、4話5話のショートな感じで読みますので、全然1から4巻だけ今から読む人でも間に合います、ついていけます。ちなみにこちらの4巻がちょっと一つの、長いストーリーとなっています。でも4巻でね、まるっと終わりますので、区切りちょうどいいとこで読み終えますので、これまたいいかなとも思います。そして何よりこのスパイ、超能力者、殺し屋、この異質の3人の生活を成り立たせてくれてるのがまたアーニャなんです。このアーニャが超能力者で人の心が読めるという点がスパイファミリーの肝だと思います。アーニャはヨルさんの秘密、そしてロイド・フォージャーの秘密っていうのを全部知ってます。全部知ってるからこそ空気を読んでくれます。その空気読むことがロイドとヨルさんの間接的な助けになってるんです。その間接的な助けが物語をスムーズに進行させてくれる、これまた重要なポイントだと私は思います。面白い点で言ったらキャラの描写、やっぱり僕たちは一番見てほしいっていうか大好きな描写がアーニャの余裕の笑み。ジャンププラス読んでる読者さんも、投票の中で堂々の1位に輝きました。この余裕の笑みっていうのがアーニャのこれまた可愛いところ。そしてアーニャの学校の奮闘ぶりっていうのも見てほしいです。本当にね、最初の1話で出てきたロイド・フォージャーの働きぶりっていうのは本当に完璧超人なんですよ。完璧超人なんですけども、その計画を狂わせるのが基本的にアーニャであり、そしてそれも助けるのも逆にアーニャである。アーニャがいることでロイド・フォージャーの疲労困憊ぶり、そして困難っていうのを描いてくれてるんで、やっぱり物語しても面白いですし、あとはヨルさんの常識外れな行動もロイド・フォージャーが頭悩ませたりするんですけども、ヨルさんがいることで家族としての成り立ちっていうのをこのスパイファミリーは強く描いてくれる重要なキーパーソンだと思います。そして4巻の最後で出てきますこちらの、ワンちゃんのボンドなんですけども、このワンちゃんのボンドも実は、能力を持っていまして、その能力を使ってアーニャとリンクすることでロイド・フォージャーの大きな助けにもなりますし、今後の物語で、重要なキーパーソンならぬキーアニマルになると思います。本当に1巻から4巻しか出てないんですけども、内容としてはすごい読みやすい、かつめちゃくちゃ面白い、何度も何度も読みたくなるっていう思いがあります。
これからの展開、スパイファミリーはまだまだ困難、苦労、そして東の計画が果たしてどうなっていくのかっていうのが今後の見どころでもありゴールでもありますので、それをじっくり見たいと思います。本日の動画は以上です。ありがとうございます。もしよろしければ、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。以上です。